はい、サバイバル社会何するかって、うん、まずセンターで、ね、点を取りましょう。それからコツを覚えましょう。何日本の姿、日本の都道府県、うーん、思い出してみよう。何を、さて、一応皆さんは岡山にいるとして、中国地方は全部覚えた。うん、違うのは何？県庁所在地が違うのは島根県松江。あ、そんだけか。四国さんありがとう。四国さんのおかげで、うん、津波は、広島岡山はまあ襲わない。高知の人頑張って、注意してください。なぜ地形から見て高知は津波が高くなる可能性がある。ポサビリティ、ポサビリティ、ポサビリティ。九州福岡、なぜ博多って言うんですか？博多は上人の町、福岡は城下町。うん、JR 国鉄の駅は昔から博多、博多地区にあったから。時計回りクロックワイズやっていくと大分、宮崎、鹿児島感じで書けるように。で、熊本、佐賀で、長崎、長崎、長崎。うん、近畿地方、近畿は分かった。京都から行ったら京都、ね、三重、正しい中京文化圏ですが、三重、津、奈良、宇利奈良、奈良、国、宇利奈良、我が国の意味で奈良、平城京。和歌山、岡山より今不便になった、新幹線がないから、まあね、和歌山、大阪、兵庫、こうですね。兵庫県、地図を思い出す。瀬戸内海、瀬戸インランドシー、瀬戸、日本海、両方に海があるね。で、今度忘れないのは西南諸島、沖縄、那覇、北海道、札幌、他に小樽、函館とか。新幹線は新函館、青函トンネル、青森、函館。おお、だから青函、青函ですね。関門、関門トンネル、関門橋、関門、関は下関、文字でした。で、福岡には100万都市、福岡、それと北九州があります。あ、そうですね、青森、岩手は面積ナンバー2、北海道を除いたら。そうか、ギザ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 、リアスシティ、海岸。仙台、仙台は宮城県、県庁所在地。そうですね、頑張ってください。福島、福島県、福島市ですね。それから山形、さくらんぼ。山形は日本海にも面している。そう、秋田、八郎潟、湖としてはもうほとんど干拓されてしまったところがあります。残ったところ、関東メトロポリタンエアリア、東京メトロポリタンエアリア、メトロポリス、メトロポリス、メトロポリス、首都圏。そうすると東京、
横浜、今、停電、ブラックアウトのパワーで苦しんでいる千葉県、千葉と読みたくなる千葉、ダ埼玉と言われている埼玉、あと関東地方では他に、東照宮、日光を忘れないで、そうすると、宇都宮の、栃木、漢字は難しいですね。埼玉難しいから、ひらがなにしました。それから群馬、馬が群れる群馬そうですね。他東海地方、静岡茶、静岡、それから名古屋、愛知県、愛知、岐阜、岐阜市、長野県、長野、あと、福井、原発がたくさんできてしまった福井、石川県、金沢、富山の蜃気楼、富山の薬売りなど、これで、全部網羅で自分の勘違いを直す。で今度世界に飛び立とう、世界へ飛翔、世界の国72挑戦、地図を見てくださいね。はい。